どうも、ゆずろくです。はい。美味しくなったオールフリー。はい。で、まあ、ここが。まあ、で、7ヶ月ぶりの我が家ですね。お帰り我が家。絶賛花粉がすごいですね。で、ビンチョウマグロとか、あとはね、イオンに行ったらなんかベアビールっていうのがあったから330円もした。まあちょっとそういうものを 打ち上げと称してね、買ってみようかなって思いました。で、まあ一応ちゃんと先制パンチを食らいましたね。まああんだけ頑張って帰ってきてみたら、まあ腐ってきてた封じ室が、まあ、雪の重みでまあズドンと落ちてたよね。からまあそれをちょっと撤去したけど、まあ明日この動画を撮った翌日には、水道屋の見積もりと一時的な回線をしに来てくれます、役場の人が。それで見積もりの時に、まあ、どうなるかだよね。ああ、どうなることやらだよね。まあ大体去年の段階で20万ちょっとっていうのは、分かってるんで、それを、いざとなったら、実はちょっと去年こんな感じで見積もり出してもらったんすよねっていうのを切り札で出します。でも目が痒くて、寝れねえ。マジで。あんだけ頑張って高速ぶっ飛ばしてきたんだけどね。はい。まああとは、本当のね、戦いは今から始まった感じだわ。本当に。で、まあ、封じ室はなくな、もともと取り壊すつもりではいたから、別になくなったらなくなったでよかったんよね。でも、まあ、なくなるのはちょっと早いね。ちょっと早いね。まあ、尻叩かれたみたいな感じで捉えて、まあ、なんとかぼちぼちやっていきます。で、今月はまだちょっと、あんまり動けなくて、なんでかっていうと、車の車検が4月26で切れるんで、一旦車検行きます。そして今月、それに合わせて、免許の更新がなんとあるんで、まあいろいろ自分の足場を整えていくっていう作業ですね。で、まあ多分この動画アップした後に、ぶっ壊れたやつを、ぶち壊れた、封除室かな。あのやつを編集してあげます。というのともあれ、帰ってきました。今年こそはオープンさせるぞ。もうね、2年も、もう3年目だからさ、もう俺も待てないし、早く、ね、やってみてどうなるかっていうのは自分で試してみないとわからないから、とりあえず、ぶっ放して ビールだけぶっ放せばいいんじゃない？っていう感じで、まあ、ぶっ放していきます。ぶっ放っていうか、まあ、とりあえずやってみたいことがあんなら叶えてみちゃったらいいんじゃないと思います。その本当に自分がやりたいこととかね、叶えてみたいことを叶えようとすると少しなんかビビっちゃうんだけどね。それおかしいけどね。なんでかなって思う。でも DM とかでいろいろ、なんだろう、縁ができてきてるから、そういう縁があるから、これやべえなって。できなかったらやべえっていう、なんか自分を奮い立たせてくれる原動力になってるんで、ちょっと花粉症と車の車検と免許の更新と、ハローワークの、申請、一時特例金だっけ、季節雇用、もともと1年雇用されない前提でいくやつだよね、がもしかしたらもらえると思うんで、ちょっとそこら辺をかき集めてみようと思います。もしかしたら、水道の修理費がめちゃくちゃ安くなる可能性がある。なので、ちょっとやっていきたいのと、まあ、いろいろプランを練って、勢いで来たけど、ちょっと勢いだけじゃダメだわ。っていうので、もう本当、これから勉強っていうか、まあ、知らないから、なので、まあ、ちゃんと、調べて、本当に一番、欲を出さず簡単に簡単にだけやっていこうと思います。
桜の時期までにオープンできたらいいけど、ちょっと無理だな。6月末でちょっと考えておきます。ではでは。